ラモット・ピケは、フランス海軍のジョルジュ・レイグ旧駆逐艦6番艦。艦名は、アメリカ独立戦争で活躍した、トゥ通産業ムピケド・ラモットに由来し、この名を受け継いだ、フランス軍艦としては4代目にあたる。ラモット・ピケは、DCN ロリアン交渉及び、ブレスト交渉で建造され、1982年2月12日に、寄港、1985年2月6日に、浸水。 1988年2月18日に収益する。1989年12月2日にレンヌと命名都市の関係を結ぶ。ラモットピケはトゥーロンに配備され対戦線を主任務とし、海洋における諸任務にあたる。1993年からユーゴスラビア紛争での諸作戦のためアドリア海に展開する。その後コソボ紛争ではホッシュの護衛につく。 2001年12月、R-91 シャルルド・ゴール空母戦闘軍の一員としてアラビア海に派遣される。2002年に同系艦の構造的問題に伴った修理が行われる。2007年9月には F-793 コマンダン・ブレゾンと共にインド海軍とバルナ・07演習を実施する。2008年7月1日、ナトウ諸国王部隊に属する。 2009年3月には大西洋においてアメリカ合衆国海軍と C2X 合同、演習に参加する。ありがとうございます。